今回もこちら、はーい、ヨーグルトの容器を使ったスリット鉢の作成なんですが、ちょっとねコメント欄でシルキーミニミニ2っていうね、あれ1500円ぐらいするのかな、ノコギリ持ってませんっていうコメントの方もいらして、ならばと、はい、ドン、じゃーん、ホビーサー、木材、竹、樹脂、プラスチックなどの加工にホビーノコ、握りやすい木製ハンドルってことでね、こちらセリアさんで売ってました。はい、こちらを試してみようじゃないかと。はい、切れんのかなこれ。ノコギリの刃はシルキーミニミニ2と同じか若干それより粗いかなっていう感じに見えますね。では、はい、スリットの儀取り行います。うまくいくかな。はい、まあ、とはいえシルキーミニミニ2はね、うちでもうどんぐらい20年ぐらい使ってたのかな、意外と長持ちみたいな。それとく、あ、ずれた。100均のホビーノコはどうなのか、音が違うね、音が大きいね、やっぱり歯が大きい。でもいける、ほら、いけるいける、やれるやれる、やれるのか、やるのかすごいな、バチバチ言うな。あー、でシルキーミニミニは実はあれ押しても切れるというね、触れ込みで。でもこれは普通のノコギリなんで引いた時だけ切れるって感じだね。よいしょ、あー、ずれた。ああ、このこっちの側面にノコギリの刃を通すときにね、こっちペラペラだからさ、その時にベリ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 ってなって、ああ、なかなかちょっと引っかかってバキンって割れねえか心配になる。でもやれないことはないって感じかな。もうちょっとね、ここの、あー怖い、あースリットも、横のスリットもちょっと通気性を、これぐらいまでかな、3分の1ぐらいまで切れ込みを入れてますぞ。はい、さあここからは早送りかな、どうなんだ、早送りなのか、あれ、ああ、やっぱりやりやすさが違うなこれ。ああ、深く入っちゃった。まいった。よいしょ。よし。あ、ちょっと掴んだかもしれませんぞ。これシルキーミニミニ2と違って押しても切れないってお話ししたんですけど、まあそれは引いた時に比べて切れが悪いっていう感じだから、逆にこうね、側面の引っかかるところはよいしょって、よいしょって、あ、いいね、あ、掴んだぞこれ、
よいしょ、よいしょ、うん、うん、はい。で、前回お伝えした時にはお話だけは言ったんだけど、この底面のね、溝の幅若干広げた方が水切れが水はけより良くなるかなみたいな感じでお話して、あの時は実践しなかったんだけど、その後作るものはやってみました。やっぱりそっちの方が若干いい気がします。でもね、あんまりそんなに差は出ないかなみたいな、うん、こんな感じでちょっと横に軽くずらしながら側面を、切り口の側面をノコギリの刃で削るみたいな、ほらこんな感じでね、はい。で、このセリアのノコギリの場合は側面の切り込みは押して切る、押して切る、押して切る、はーい、おーい、ほらほらね、いい感じや、いけますぞ、これで、これでいけますぞ、セリアさんのノコギリで作れますぞ、110円でいける。まあとはいえ、切れ味はそこまで良くないので、くれぐれもやっぱり怪我しないようにお気をつけください。よいしょ。はい。はい。いいね。いい溝だ。いい溝だよ。はい。押して切る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 。いいね。いいね。いいね。いいよ。いいよ。何気にシルキーミニミニ2よりもこっちのセリアさんのノコギリの方がちょっと刃が粗い分、この溝の幅を太くするのは楽だね、作りやすい、うん、あ、意外と慣れるとこれでいいかな。なんか他にもいろいろなクラフトノコを試してみようかなって思ったんだけど、110円でこの感じで作れるんだったらもうこれでいいかなーっていう気がしますぞ。まあ、ちょっとね、注意しながらやんなきゃいけないのと、若干時間が、うわ、かかり気味というところがあるぐらいかな。なので、たくさん量産するとかじゃなかったら、ね、1個2個作るぐらいだったら、なんか、動画見ながら、ね、カカジーの動画流しながら、あ、バカでカカジーとか言いながら作るといいかなって感じですよ、という宣伝でした。えいっしゃー、えいっしゃー、いいね、うん、切り込みの幅がいい、うん、シルキミニミニより切り込みの幅がいい感じやで、うん、いいね。さあ、ラストの横溝。違った。押して切るだった。自分で言っといて忘れるかかじ。よし。よし。えい。あ、いいね。あ、いいね。いいね。このぐらいの溝いいね。なんかこう、これ、溝に刃を入れて適当に前後スライドしたら、幅が広がったぞ。これもやっぱりノコ刃が若干粗い、粗い影響、あ、来た、これ完璧だろう。ちょ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 、いいね、今結構指近くに置いてたら危ない、どうしたらいいんだろう、こうかな、
そうするとホールドが辛くなるんだよね。おお、いいね。やっぱりスリット鉢のいいところってやっぱり横に溝が入ってて、そこから通気性がある。あ、いいね、いいね。まあ、とはいえシルキーミニミニで軽く切れ込みを入れただけのスリット鉢でもよう育ってます。やっぱりこう切り込みがあって、また止まってたわよこのカメラさん。はい、ということで綺麗に開きましたぞ。いいね、溝の幅も完璧じゃないのこれ。さあ洗って排水テストだ。よいしょ、先にノコギリを使います。これどうかな、こっちがスチールなんでパパッと拭いとかないと錆びるんじゃないかなって思います。刃はねステンレスの合金刃みたいなんだよね。何このグリップの天然技、いいね。さあ本体を洗って、あーシルキーミニミニさんだとこの切り口が、切ったカスがまだ本体にくっついたまんま中の方にベローンと出てたりしてたんだけど、このセリアさんのノコギリだと細かくバリが出てるぐらいで済んでるね。あー、この辺もそれぞれのノコギリの特性の違いかなーっていう感じ。あとはまあ、あのシルキーさんは20年選手で刃も変えてないっていうのがあるんで、この辺で切れ味が多分新品の時から比べるとだいぶ悪いかなみたいな感じでの排水テスト、ドン。ああいいね、均等に。でさあポタポタなくなったところでね、ほらないね、そこでひっくり返すと出てくるのか。ちょっと出てくるけど前回の動画よりはボタボタって出る量が少なかった。いいね、よしできた。こんな感じでいけますぞ。セリアさんのクラフトノコ、なんだっけホビーノコ、セリアさんのホビーノコ、いけますよ、いけます。どうぞお試しあれな。はは、い、そしてこちらがセリアさんのホビーノコギリで作ったスリット鉢にミニトマトのプルルンさんの脇芽から育てた苗を植え付けました。これ植え付け翌日なのでちょっとねもうしなーんってなって、ここから巻き返しを期待って感じだね。場合によってねここからしおれて終わるケースもあったりするんだけど、今回ね今のところプルルンさんに関しては百発百中かな。ダメになった脇芽ちゃん一つもおりません、脱落者なしっていう感じでした。ここからまあ 2,3 日すると葉っぱがピーンってしてきてっていう感じかな。いいですぞ、このヨーグルトパックで作る自作スリット鉢。支柱はね割り箸をほらこうやってビニ体で連結して、まあ、その高さぐらいまでね、これぐらいのピント合わねえや、はい、これぐらいのこう高さをね出していけるという。これ以上になったら通常の支柱に切り替えてっていうかスリット鉢に植え付けって感じかな。まあすでにこの自作スリット鉢から普通のスリット鉢にね鉢上げしたプルルンちゃんたちが、今3株かなになってね、増殖計画が着々と進んでますぞという感じです。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。